関谷記念の予想です。お願いします。はい、関谷記念はね、僕去年ね、行きましたね、現地に。うん、初めてね、旅打ちみたいなことしたんですけどね、すごい面白かったのね、覚えてます。はい、まあそのボンレス高島とかね、武田くんは病気で来れなかったな、棚犬とかね、まあ、そこら辺と行ったんですけど、まあ、今年はね、まあ、残念ながら行けないんですけども、しっかりと予想して当てたいと思いやーす。はい、というわけで、まあ今回の関谷記念なんですけど、見えちゃったんですよね。今回の関谷記念、勝つのは、オールフォーラブなんですよ。簡単に説明するとね、まあ2連勝中でね、まあマイルが本当に合ってます。マイルに転向してね、非常に良かったと思います。で、54キロで来ると。で、4枠に入りました。もう勝つでしょうとね、それだけなんです。はい。でも和田さんとね、まあ、手も合ってるし、まあ、今回ね、そんなに人気しないのであればね、もうこっから行った方が面白いんじゃないかなと思います。はい、でも他の馬なんですけど、こんな感じですね。サラキア、リライアブルエース、三重のサクシードの順番です。まあサラキアはね、まあちょっとこの前蹴りがどうなんだってのあるかもしれないけど、スタート決まればそんなの関係なしにね、大丈夫だと思います。で、リライアブルエース、まあ、夏になってね、非常に調子上がってきました。この馬はね、僕馬券的に何回もお世話になってるんですけど、人気がね、あんまないのになんか3着ぐらいにしれっとくるっていう非常に美味しい馬なんでね、まあ、調子上がってきた今だったら、まあどうなんだろう、どんぐらいの人気なんだかちょっと開幕検討つかないんですけど、まあでもね、組み込んだ方がいいかなと思います。で、三重のサクシードは、まあ、ビクトリアマイル6着でね、それすげー高速馬場だったじゃないですか。で、今回もね、ちょっと早い馬場になるのかなって気がするんですけど、そういった馬場でもね、問題なしに突っ込んでくる力はあると思うので、まあ、4番手ぐらいに組み込んでもね、あんま人気しなそうなのであれば面白いかなと、そんな感じです。はい、というわけで、今回残念ながらボンレス高島さんがですね、ゼミの合宿でね、東北地方にね、行っちゃってて、競馬どころじゃないらしいんで、武田くんのね、あたおかな予想のみをね、ご覧ください。どうぞ。夏休みだね、夏休みだから関谷記念の予想をしていくよ。わお、イエーイ、夏休みだ、うーやだ、イエーイ。ということで、僕の関谷記念5等はこちら、ケイデンスコール、ソーグリッティング、ディメンション、ミキグロリ、三重のサクシード。ちょっとね、関谷記念いい馬が多すぎる。僕の本命三重のサクシードですけど、いやちょっと厳しいかな。でも頑張ってほしい、僕三重のサクシード大好きなんで。はい、頑張ってください川島ジョッキー。はい、なんかコメント欄でね、見たらなんか割と武田くんの予想をこれ参考にしてる人多いらしいですね。熱中症でね、頭やられてるんでしょうか。はい、というわけで、買い目ですね。はい、ワイドです。ワイドで、まあ、オールフォーラブからね、まあ、リライアブルエースとか三重のサクシードとかいかにも3着に来そうな気がするんで、ちょっと生まれんじゃなくて、ちょっとここワイドで狙った方がいいのかなって気がしました。はい、というわけで、まあ、皆さんもね、まあ、ぜひコメントとかね、お待ちしていますんで、一緒にね、競馬を楽しみましょう。はい、終わりやーす。